日本近畿地方大阪府大阪市中央区、上東区、東成区、森宮森宮は大阪府大阪市中央区、上東区、東成区の地域名称。または上東区の町名。現行の町名では中央区森宮中央、上東区、森宮、東成区中道一丁目などにあたる。上町大地の北端の東斜面に位置する地域で、地域の西側は、 オフィスや公共施設が多く設置され、東側にはオフィスの他に団地や住宅がある。上東区、森の宮の一帯には大規模な団地が設置されている。道路は南北方向に玉作り筋、東西方向に中央台通が通る。また、中央台通の上には阪神高速13号東大阪線が通り、森の宮出入り口がある。鉄道は、 大阪環状線が南北方向に通り、大阪駅方面と天王寺駅方面とを結んでいる。地下鉄長堀鶴見緑地線は玉造り筋をび、大阪城公園の地下を通り、森宮駅から次の玉造り駅にかけては、大阪環状線に並行するように通っている。東西方向には、中央台通の地下に、地下鉄中央線が通っている。住宅地の地下は、 2014年1月1日の工事地下によれば森の宮中央一の25の号の地点で48万7千円平方メートルとなっている大阪市中央区で最も地下が高い元大阪城のあたりに鎮座していた生国魂神社の東側に森が広がっていた同社の別名が南馬大社であることから南馬森とも呼ばれたが598年に 白木より持ち帰ったカササギをこの森で飼育したことから、カササギ森と呼ばれるようになった。同じ頃、聖徳大子が陽明天皇を祀るカササギ、森宮を当地に造営し、この神社の通称である森宮が地名の由来となっている。江戸時代には東成郡森村を形成。集落はカササギ、森宮の東側、カササギ橋根コ橋間の根コ川左岸にあり、 猫間川ガアが工作地となっていた。明治時代に東成郡中本村をあざ森となる。その後、大阪市第一次市域拡張後に、東区、森の宮東の町、森の宮西の町となったのが、現在の中央区森の宮中央、大阪市第二次市域拡張後に、東成区森町、森町南となったのが、現在の上東区、森の宮、 東成区中道一丁目に大むねがい等する。笠崎森宮縄文時代中期から近世にかけての長期にわたる複合遺跡である森の宮遺跡が発掘されていることから森の宮地域には縄文時代から人が居住していたと考えられる。森の宮遺跡から貝塚が発見されていることから古代のこの地は水辺の環境だったと考えられる。 森の宮遺跡の貝塚の分析を通じて、縄文時代には海水性の貝、弥生時代には淡水性の貝が食されていたことが判明している。このことにより、上町が一東側に広がっていた海が淡水化して、河内方、河内湖へと変化し、その後土砂が堆積して、大阪平野が形成されていく過程を伺い知ることができる。江戸時代に入ると、 根コ川伊勢は、根コ川左岸の北側に、東成郡森村の集落、道南側に、玉造町人町の一つである森町、その他の大部分は、大阪城大廃下の玉造口定番の屋敷地が形成され、根コ川伊東が工作地となっていた。明治時代になり、現在の大阪城公園の場所に、大阪砲平交渉が、法園坂住宅の場所に、 大阪陸軍被服師匠が設置された。森の宮、玉作り界隈は、方兵交渉や被服師匠に勤める人たちの町として発展した。1932年には、国鉄上等線の森の宮駅が開業している。また現在の上等区森の宮にあたる一帯には、陸軍の上等連兵場があったが、その後1940年に、大阪方兵交渉の拡張用地として、 転用されている。第二次世界大戦期には、米軍から数回にわたる爆撃を受けたため、町は甚大な被害が出た。現在の大阪市子ども相談センターの場所にあった森の宮国民学校は、戦災被害のために、終戦直後に玉造小学校に統合されている。1960年代には、上等連兵場大阪方平交渉後に、日本住宅公団、 森の宮団地が建設され、1967年8月に入居が開始された。広団森の宮団地は、広大な土地にまとまった数の住宅と、生活関連施設を計画的に建設する、面開発住宅の第一号とされている。現行行政地名は、森の宮1丁目及び森の宮2丁目。2019年3月31日現在の、 世帯数と人口は以下の通りである。人口の変遷国勢調査による人口の推移。世帯数の変遷国勢調査による世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。なお、小学校、中学校入学時に学校選択制度を導入しており、通学区域以外に上等区の小学校、中学校から選択することも可能。 2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。日本郵便国土交通省地下工事、都道府県地下調査、大阪府大阪市上東区の町邸あざ一覧、人口統計ラボ、2019年10月20日閲覧、AB、住民基本台帳人口、外国人人口、大阪市、 2019年10月4日閲覧。 AB 森の宮の郵便番号日本郵便2019年8月15日閲覧市外局番の一覧総務省2019年6月24日閲覧 AB 平成7年国勢調査の調査結果引く男女別人口及び世帯数町長,長あざと、総務省統計局2019年8月16日閲覧 AB、平成12年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長、アザ等、総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB、平成17年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長、アザ等、総務省統計局。2019年8月16日閲覧。 AB、平成22年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長、アザ等、総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB、平成27年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長、アザ等、総務省統計局。2019年8月16日閲覧。 上東区私立小学校、中学校通学区域一覧、通学区域図。大阪市上東区。2019年11月23日閲覧。大阪市上東区私立小、中学校学校案内冊子。大阪市上東区。2019年11月23日閲覧。平成28年経済センサス、マイナス活動調査、事業所に関する集計産業横断的。 集計都道府県別結果、総務省統計局、2019年10月23日閲覧、郵便番号を2019年度版、日本郵便、2019年11月4日閲覧、ありがとうございます。